どうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日も引き続き、まあね、外、土砂降りだ。雨がすごい。雨がすごいんで、あの、カムイさんにずっと居座らせていただいております。すいません、ありがとうございます。はい、ということでね、ちょっと視聴者の皆さんは、スポーツショップ、通じてしまって申し訳ないんですけれども、まあ、こういった時でもないと、重点的に撮影もできないので、ちょっと皆さん、しばらくまたお付き合いください。まず、ただ僕らもね、ただ動画を出すわけじゃないですから、今回はウェアコーナーになります。でね、カミさん何回かそれこそウェア出してると思うんですよ。過去にまあヒロトと2人で撮影した時とかも出してるんですけど、衣替えしましたよと、商品が前へ行った時は確か半袖とかが多かったんですよね。もう長袖、宮崎加減の全部長袖っていうぐらいな感じで、まあでこれはね前から出てたんですけど、その旧モデルが安かったりとか、まああとはね新作のものがもう出てたりとかっていうのもあるので、ちょっと紹介していこうかなと思います。はい、それではやっていきます。はい、じゃあね、ここはまずもう入ってすぐ見えてくるのがアンダーアーマーがもうドンと一列に並んでいます。で、もうパーカーがね、2種類でしたか。まあ黒いパーカーに袖にちょっとグラデーションかかった色が入ってたりとかっていうような、まあグランド行くまでに着てくようなパーカーだったりとか、これ大学生とか授業で着れますよね。俺はよくやってたパーカーセット、大学の時とか。これがロンティ、こっちはね、どちらかというと運動系な生地、そのさらっとした生地の、ロンティがあったりとかで、これがもうあれですね、完全なスウェットトレーナー、これも私服で着れるんじゃないかと全然思います。これコールドギア、アンダーシャツっぽい、あ、コールドギアではないか、あ、いや違うわ、コールドギアじゃないですけど、まあ、これも長袖のアンダーアーマーにしては珍しいルーズフィット、ルーズ寄りな、アンダーシャツですね。ルーズって書いてある背中のとこ。だからこれもどちらかというとロンティー系の、あ、でも半袖もあったわ、ちょっと半袖系に近いような生地、サラッとした生地。そうですね、これも柄入ってたり、あの高校生の朝練とかのウェアとかでちょうど良さそう。着てそう、うん、確かにいい感じの素材感、分厚くはないから。でここが閉まってるわけじゃないんですよ、ほら、よくロンティーとかでここ閉まってるやつ多いけれども、そういったストレスはない、アンダーシャツじゃないね、トレーニングウェアとなってます。ここからはがっつり冬物かな。でこれですよ、これバカおしゃれじゃない、普通に私服で着たい、うん、着れると思う、全然スポーティー系な服装するって感じで。これ今ちょっとまあ白で黒でかかっちゃってるから、どういうものかっていうのがこれなんですよ、同じやつの色違い、裏肝めっちゃ高そう、うん、でこれ素材がなんて言ったらいいの、防風袖のところがね2段階で抑えられてるような感じで、だから風も通さない、あったかい動けるダウンみたいな、撥水、まあ弾くから、冬の雨ってめっちゃ冷たいじゃん、もう嫌ですね、風邪ひくじゃん本当に。時にまあこれ1枚あるだけで、上着てるだけで全然体自体はもうしっかりと暖かい状態で保たれて、しかも濡れないしっていうのではすごいいいんじゃないかなっていう感じがしますね。なんかそれこそ翔平さんがワッペで着てるやつみたいな感じのアンダーアーマー版と思ってもらえればと思います。多分旧モデルだと思う、これなんかもそう、トレーニングウェア、ウィンブレビ系なシャカシャカっとした感じの生地、あの秋ぐらいなんかはこういうのちょうど着て上に羽織っていいんじゃないかなと思います。で、まあ、あとパーカーはね、これもじゃオーソドックスなアンダーマンのパーカーです。じゃあ次こっち行くか、アシックスの V ジャン、はい、これ1000円ちょい引かれてるのかな、 20% オフ、今一番着てていい時期かもしれない、9月下旬10月中旬ぐらいまで、今日雨だし、うん、ちょうどいいかもしれないです ね、 そうですね、基本的にも。でこれがプロステのクリスなんですけど、5000円に税込みで、マジか、やば、そうフリースこの値段めっちゃいいと思うだからやっぱフリース柔らかいからすごい、でしかもあったかいし、普通にフリースを買う分だと結構な値段するから、やっぱ旧モデルとかっていうのを置いといてもらって、それすぐに購入できる、安く購入できるっていうのはすごいいいなと思いますね。いやおしゃれだね、オークリー、オークリーですね、うん、マジでかっこいい、シンプルでいいね、うん、これは今年モデルかな、こういうのとかめちゃくちゃおしゃれじゃん、おしゃれおしゃれです。だからさ、私服でもさ、今こういう生地流行ってるじゃん、流行ってるです、なんだろう、ちょっと
なんて言ったらいいの、光沢がかったトレーナーみたいな。そうそう、で普通にデニムとか着て、うん、そう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 、オークリーってもともと100均のメーカーじゃないから。そうそうそう、サングラス、サングラス、俺もね T シャツを一時期私服で着てたことがあった、まあ、っていうように、全然私服でも着れそうな、全然着れるような新しい商品ですね、これが。オークリーさんの値段もそれなりに買いやすいのかな、うん、6500円切ってんのかな、切ってますね、うん、それなりに多分買いやすいのお値段ですね。でもうグランドでさ、こんなの着てたらめっちゃおしゃれじゃん、流行りのベージュ系の。これも値段も一緒かな、うん、そういったね、トレンドに力入れてる感がすごい。もうね、これがすごい。普通のロンティーだし、もう本当に私服に一番合うかもしれないですね、うん、ここがもうローニングスウェア。ここにもフリース見つけましたよ、 V ジャンタイプのフリース、4500円着てんの。野球やってる上でおしゃれに着たいけど、別に新作を着る必要ないなって僕は思ってる。そうっす、だったら十分去年モデルとかで、その年にやっぱカラーとかあるじゃないですか、流行りが。それで合わせればいいのかなと思ってたんですよね。おしゃれに全然昔のモデルだから何みたいな感じではあるんで、ぜひぜひね、安く買えるのでこれおすすめだなと思いますよ。新モデルにこだわりがある方じゃなければ、そうそう、マジでお買い得です。本当に去年モデルとかでいいんだったら、全然秋冬とかも買えるもの全然出てくると思いますので、皆さんぜひ A カムスポーツところ合わせに、皆さんぜひカムイスポーツところ沢店さんでお買い求めください。はい、概要欄にカムイさんのインスタ等の、リンクを貼っておきますので、皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、プルーサー。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、アイシャショーヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。